皆さんこんばんは、絆長崎です。今日も寒かったですね。いろいろなことをお疲れ様です。すいません、お先に失礼します。今日のビールは札幌ラガービールと本麒麟香りの舞、これ美味しかですよ。私が好きなキリンさんというわけでございまして、アーニャのパパとママがおるっちゅうことで、やっぱ揃いたくなってですね、アーニャでした。カイ君とカイちゃんも今日はお寿司マダイ押さえたっていうことで、こちらゆずですね。でこれがですね、松梅漬けをのっけてみました。昆布人参スルメが入っておるです。これもね、これだけあれば焼酎も日本酒もいけます。ゆずの季節になりましたか。そして238円、長崎のマージをお皿盛るんですけれども、ちょっと無理やなと思って、もうこのままです。まずはですね、これ以下298円の半額で、298円の半額で150円するか1000かぐらいか。そしてイカそうめんのつゆと生姜が入ってて、余った代々は代々じゃないよ、ゆずはゆずポンと入れました。そして混ぜ混ぜ、まずはね、ちょっと気になるんで、やっぱりイカそうめんいただきたいと思います。今年、うわ滑る夜、何回か5回ぐらいかな、イカ釣りチャレンジしたんやけど無理でした。イカそうめんちゅうことですすります。いただきます。わっしゃいやな。すすったらダメですよ。すすったらね、変な口の めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまいのと、いや、すすったらね、危険なところに酢が入ります。あ、バリうまか。はぁ、うめぇ。うわ、なんでここが初物のゆずなのかな、知らんけど。むせるっちゅうことは、このままゆずを食べたらどうなんや。柑橘系は見てください、このギラ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 、ちょっといただきたいと思います。うん、ああ風味がすっげえな、これ。なんじゃこら、長崎98円でした。風味すげえな、長崎県ゆず98円、105円です、消費税込み、税込み。おお、ちょっと傷が入っとるな。まあよかよか、あめイカだけで終わってしまうぞ。うん、イカそうめんのゆずバージョンは、口に含んだらゆっくり含んでからのゆずを食べましょう。あ、グッドラック、誰が言いよってやろうね。うん、今日のゲストは、手がかえらしかですよ、右手、恐竜軍団代表白龍くんです。右手に注目、パッヒューパッヒューパッ、こんなんです。
よいしょ、くーちゃん、ロッテの金はあんたのもんじゃけ。切りましょうかね。よいしょ。この晩酌風景がですね、皆さんいるこのテーブルが私の YouTube メインでございますけれども、ショートの方たくさん重なる時がありますけれども、いろいろですね見ていただけたらと。シュナモロールもここに隠れておりてしまってんが、もうちょっと棚箱タコしようかね。いろいろ顔の隠れとったらキティちゃん中に何も入っとらんばっていうか、高さばをリニューアルするようにします。寂しか、無縁というのは寂しか。アンパンマンたちもみんな、アンパンマン、コキンちゃん、ドキンちゃん、バイキンマン、トロロに、トロロってない、トトロに今、あ、だだだだ、手のつった。お、なんやこれ、自然現象ですわ。今日、手がつ、よ、つ、つったですね。わあ、手がつる、手がつるっていうのはなんかあまり良くないな。寝不足かもしれません。ちょっと仕事が重なって、昨日の夜勤からの2時間睡眠終わり、睡眠して昼無事に仕事終了して2時間早めに終わってよかった。地道に頑張っております。みんなピヨピヨのためやと思ったらね、クリスマスもしかしたら夜勤かもしれんけん、早めになんかケーキかなんか買って帰りたいと思います。クリスマスをね楽しみにしとったら、思い描くようにはなかなかね世の中いかんけんね。なんかしてあげたいと思います。すず、いきなり好調になりましたね。視聴ありがとうございます。スロー再生の世界人気あるですよ。礼儀正しかったですよ。ピチキャンディー、白竜、すべて名前があります。名前はね忘れてしまったピヨピヨもおりますけれども、50ピヨ達成ということで、すべてはおけんですけれども、すべてが私の家族です。生きがいと言っても恥ずかしくはない。ピヨピヨと暮らす日々もよかですよ。何十年も腹から笑ったことはないけれども、くーちゃんとかね、ピヨピヨ軍団のいろいろ笑みをね、思い出させてくれる時があるという、素晴らしいですね。いただきます。結果ね、すすったらダメです。イカそうめんのポン酢はすするべからず。飲んだらどうなんや、飲んだらどうなんや、飲め。あ、This is Japanese use pon. Wild water. すすったら、No. No, 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 no. すすったらダメよ。いただきたいと思います。ゆずの皮んとこそのまんま、ちょっとわさびをつけまして、いただきます。ああ、風味が豊かで正解、うまい、バリバッチグです。オーバーです。あ、
10分も超えてしまいましたんで、今日のスポットライトは白龍です。よいしょ。